C の613に C の613にでございます。はい、みーちゃん来ているのが北斗アイドです。どうですか皆さん、みーちゃんめっちゃ似合ってるわ。ピンクめっちゃ合う。いいやん、ヒール拍子いっか。うん、いいやん。どうかな、なんか丈長いから諦めてたんですけど、でも今とかなんかこのタクト感が可愛かったりするし、確かに確かに、なんかカラバリやついついね。はい、すみません、いきます。で、ブラックです。はい、はい、続いて、キャメルです。はい。嘘です。キャラメルです。かわいい。かわいい。キャラメルです。かわいい。そして、パープル×オフホワイト。はい。はい。そして、はなちゃんがオフ×ブラックです。ボーダーが2色と、ミシンが3色ですね。全部で、すごい音鳴ってる。聞こえてるかも。皆さん、すいません。なんかちょっと何かが。工事が始まる。はい。全部で5色展開になっております。お値段いきまーす。じゃじゃん、安い。590円。やばいね、安いな今日も。うん、はい、そしてこちらも本日18時販売開始の5月27日の金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、お願いします。はい、これはですね、あの一見多分平置きの写真で見るより着た方が絶対可愛いトップスです。はい、すごいこうやってハンガーにかかってるのだけ見るとシンプルなトップスに見えるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。そう、こんな感じのボートネックで、裏ひも、あ、人によったら見えるかも、ギリ見えるか見えへんぐらいの感じのボートネックなので、うん、あの使いやすいかなと思います。そしてこのお袖の形めっちゃ可愛くないですか。可愛い。ほわんってこの、ね、あのおびちゃんがよく言ってる肘が隠れるためなので、あの肘結構年齢出ると言われてますが、はい、こんな感じで肘もしっかり隠しつつ、あの七分丈ぐらい長さがあるわけではないので、あの真夏も快適に着ていただけるようなトップスかなと思います。でシンプルだからこそ、あのボーダーがまだ可愛いし、無地は無地でね、こういうちょっと、あのなんだろう、ごつめのネックレスとかも映えたりするので、あのボーダーと無地とかっていう買い方もこれはいけるなって思いました。1590円で、明日まで1490円送料無料だったりもするので、あのこれを2枚買っても損しないんじゃないかなってめちゃ思う。めちゃめちゃ使えてしまうと思います。本当に使えるコツかなと思います、はい、ありがとうございます。でウディさん、首周り空きすぎ感ないですか。逆に空きすぎ感ないですか。横は空いてるんですけど、前がそんなにほら空いてないので、お辞儀しても見えない程度なので、ほんまに程よいで、結構私理想のネックラインかも。うん、ね、理想ですよね、うん、めちゃめちゃいい、わかる。そうそうそう、上半身の厚みをカバーしてくれるような開き方かなと思います。はい、あきこさんのと比べて生地は柔らかいですか。あ、かなり柔らかいと思います、はい、結構全然硬い感じなんだよ。そうですね、厚みも、ね、全然違います、あきこさんのやつはね。こっちはもうがっつり夏とかに着やすい T シャツの素材、うんって感じですね。はい、で、みーちゃんにもこっち着てほしいがあって、はい、私紫着てほしかったので、ちょっと着替えできますね。お願いします。はーい、そうですね、透け感は白とボーダーでも変わっ、どうなんだろう、私があれかな、あと胸やからその分だって体が前に出てるかもしれないですけど、白は結構透けます。うんうんうん、であと白黒でボーダーで割とカモフラージュしてくれてるのも、柄がついてるのはね、同じ白でも透け感意外と気にならなかったりもするんですけど、これは割と真っ白なのでインナー必須です。それで白のインナーでもこれだけ透けてるので、あの白とかベージュ系のインナーをおすすめします。黒のインナーでもいいんですけど、あのキャミソールのザ下着っていう感じじゃなくて、こういうなんかスクエアネックとかデザイン性があるようなインナーを着ていただいた方が良いかなと思います。はい、うん、そう、なぜかさんは厳しいんですかな。どうだろう、でも下がってくるほどではないと思うんですけどね、ここまでがっつり開いてたら下がってきちゃうけど、程よいネックラインなのでおそらく大丈夫なんじゃないかなとは思うんですが、私が割とすみません肩ががっしりしてた方なので。みーちゃんインナーはですね、ありてます。グラヒモを見せたくないインナー、レタスから出てるやつを着用しています今日は。はい、あ、なおさん、ありがとうございます、助かります。あ、芯に生徒生地感どうですか。割と似てるけど、こっちの方が厚手かな。うんうん、そんな気がする、ね、うん、なんか
感じ、この柔らかい感じは結構新鮮に近しいもの、全く一緒ではないんですけど、うん、近しいものがあるが、こっちの方が厚みを感じるかなっていう感じですよね。これ着た方がきっと女性らしさが伝わる気がします。はい、はい、つけてない？大丈夫？つけない？大丈夫です。今日ちょっと見られてはまずい。見れた？見れた？私もこれ、もちろんスカートとかもね、合わせてより女性らしくしたりとか、キャミワンピースとか、白とかのキャミワンピースとか、黒とか合わせてもすごく可愛いかなと思います。はい。うん、これも取り替え、ありがとうございます。ダメだな、もうみんな気になるやはりみーちゃんに見られていたから。パープル着てもらいましょう。イエベー春にも合うパープルが見たいです。 OK です。ちょっと明るめのパープルなので、あと白も入ってるからね、イエベー春さんなんかまだ似合いやすい方かなと思いますが、はい、ね、とても形の綺麗なシャツです。ありがとうございます。うんうん、確かに子育て中のね、ママさんなんかにはすごく使っていただきやすいトップスかと思います。うん、白黒ボーダー終わったのかなといただいてますが、さっき花ちゃんが着てて、今から兄ちゃんが白黒ボーダーを着て出てきてくれようとしておりますので、少々お待ちください。はい、うんうん、無地とボーダーで生地違いますか？透け感が違う気がして、一応生地感、素材は一緒なので、あれなんですけど、透け感でいくとやっぱり色が濃くなると透け感はね、やっぱり変わってきます。やっぱり白の方が、白ければ白いほどやっぱり透け感っていうのは分かりやすくなってくるので、はい、なのでこれは結構しっかりとね、色がついてるので透け感がないように見えるかなと思います。うんうん、あーちゃん、ホワイトクレスカート合わせとして OK で、じゃあ兄ちゃんが出てきてくれたら合わせてみます。はい、かわいい、かわいい、めっちゃ合う、めっちゃ合う、めっちゃ好き、かわいい、かわいすぎてこういう風に食べます。そう、こういう髪置きとかね、サロフネとか合わせるのもめちゃくちゃかわいいと思います。めっちゃ良き、ママさんっぽいかな。そうそう、ぽいぽい、かわいい。あ、デスニーカーリジューちゃん、コメントもいただいてたんですが、こんな感じかな。そうだね、白黒ボーダーにね、カーキは絶対可愛いんです。白黒ボーダー、デニム、カーキのバッグとかでも可愛いけど、こういう合わせもどうでしょうか。そう、シンプルやから、さっきのパンツコーデも合うし、スカート、プレアスカートも合うし、タイトスカートも合うし、こういう感じのタロペスカートにも合います。ね、ビジュスニーカーもブラックいいね、可愛いですよね。あ、嬉しい、ありがとうございます。スニーカー今日なの？そうです、スニーカー今日発売です。私も買います。サンダルも買ったけど、スニーカーめっちゃ欲しいねんけど、私もね、可愛いですよね、映える。
ね、映える映える、めちゃめちゃ履きやすいよねって言おうとしたんですけど、みーちゃん足でか、あ、そう、これは大きいんですけど、ね、そうそう、一応白合わせてきてこんな感じです。やっぱパープルかける白はね、かわいい、ね、かわいい、うん、一瞬出たんですけど、みーちゃんにもこれに、ね、着てもらいたいので、また違うやつさ、こっち着てきますね。スニーカー今日18時発売、ありがとうございます。そうです、スニーカーはね、お色ごみ知っておきますと、うん、私が今履いてるこのブラウスで、うん、ホワイト、ビジューは多分全部一緒かな、ネイビーで、私が購入予定のグレーがあります。グレーちょっと可愛いなと思って、うん、グレー買う予定ですが、これもね、割と争奪戦になりそうで、サンダルもね、本当にすぐなくなってしまって、で今予約販売に切り替わったのかな、うん、とかでもうかなり人気だったので、スニーカーはさらに人気なんじゃないかなと思っております。あの季節問わず着れるので、うん、なので今日の18時はぴったりめにチェックしていただいた方がいいかなと思います。うん、そう、タラちゃんのね、さっきのレアスカートはね、たっぷりチレタスのやつですよね。シレタフシリーズのトリアスカートを、はい、買っておりました。そう、グレーが多いんですよね。そうそうそう、あ、お値段はといただいてるんですが、どうですか、ね、あ、お値段はビジュースニーカー3790円です。はい、あ、予約だ、スニーカー、そうだね、6月下旬ですね、の予約で、今日発売は今日です。はい、全然見え方変わるんですよ。本当に小物とかってすごく大事でね。うん、はい、ですね。お、髪切ってから最近キャップにハマってます。いいと思います。キャップ買うとこかな。はい。はかれてるスカート販売中ですか。そうですね、こちらもプチレタスで検索していただいて出てくるんですが、それの M サイズを私は履いていて、品番が N の3672でございます。さっき あのスカートをプチレタスって検索していただいたら、ね、出てきますので、ぜひ見てみてください。お、うんうん、ラッキーが空いてる、ゆとりのあるジレとか合わせても可愛いのねっていただいてるんですが、もうまさにっていう感じでいいと思いますよ。これとかこれに、なんか、ね、見えるかな、こんな感じ、可愛いと思います。全然、バッキーも大丈夫です。これとかにね、なんかね、飛んでますね。なんかやっぱ、シンプルだからあれですよね、コーディネートに、だいぶ雰囲気はあれかなと思うんですが、ちょっと可愛さをこんな感じで出していただいてもいいかなって思います。ほら、これまたちょっとおしゃれなママさんになりました。
全然雰囲気がさっきとも変わります。長見切らないか、こんな感じですかね。はい、どんどん小物とか合わせるもので雰囲気が変わっていくので、あ、マティスカの方がそうですよね。実はこんな感じで、はい、と T シャツとスカートで焼きます。めっちゃ可愛い、その合わせ。本当ですか、うん、いいじゃん。透明のスカートで合わせてきました。うんうん、アウトするとこんな感じです。この配色めっちゃ可愛いね。可愛いです、うん、武器だ。そっきりめのスカート合わせていただくと、うん、アウトも可愛いなと思います。はい、あ、しかも、パープルトップさ、ボトムス白以外の色がいますか。ちょうどベージュです、ね、めっちゃいいと思います。白も黒も可愛いけど、うん、ベージュも可愛いです。よきよき、うん、はい、で全部こういけた、いきましたね。こうね、みーちゃん似合いそうな雰囲気は、かわいい、これ、これもあるね。あ、そのや、かわいい。まあでも、はなちゃんもいけるんじゃないかな。かわいい、うん、使いますね、これ。使います。ナイキーカバーめっちゃできますね。私たち結構いいトップスよね、うんうんうん、合わせやすいし相性が良さそうです。あ、妊婦は着れそうかなっていただいてるんですけど、もう全然いけちゃいますと思います。あの、身幅もしっかり、ね、あるので、うんうん、このぐらいしっかりあるし、カットソーなので伸縮性も程よくあるので、こんな感じで切れるかなと思います。はい。かな。じゃあ、さあ、コーベルタス初。コーベルタス初、こだわりすごいアイテムを、それ私から着替えてきますね。お願いします。あ、みーちゃんのサンダル気になる。みーちゃんのサンダルもですね。あ、これもすごいわ。今日の発売です。あ、それカマナ。それカマナというやつ。これめっちゃ可愛くないですか。本当スーパーさんなんですけど、この金具がめっちゃ綺麗めにも見えるので、よいしょ。めっちゃ普段使いできると思う。ビジュアルスニーカーもあるし、このサンダルもあるし、割り出し。やばいね、本当に。そう、ほんまに割り出しさん。トン。あ、みーちゃんトップス近くで見たい。こんな感じです。はい。結構パープルですよ、パープル。うん。と、あ、チャックのやつね。そうです、チャックのやつ。チェックしてくださってありがとうございます。そのサンダルも可愛い。どうしようね。どうしよう。ほんまに、ほんまに可愛い、これは。ちょっとこのライブで履いてるだけやけど、そんな気にならなさそう。気にならない。